片平厚氏は埼玉県埼玉市岩月区出身の気象予報士、防災士、日本気象協会関西支社に所属していたが、2008年10月よりウェザーマップに移籍身長184センチメートル。小学生の頃から天気の魅力にはまり、当時から将来の夢は気象予報士になることと言っていた。また中学生の頃は、 夜10時の NHK ラジオの気象予報を聞きながら毎日天気図を作成していた。法政大学人間環境学部人間環境学科時代には学生スタッフとして大学行事の企画運営を担当していたほか BSI の天気予報を担当をしていた時期もある。卒業後の2003年に日本気象協会入社。当初は東京勤務で転勤で関西支社へ赴任。 ラジオ番組研修を経て、大学の先輩にあたる竹内隆史より、FNN スーパーニュースホット関西のお天気コーナーを引き継ぎ、報道ランナーとなった現在も担当している。趣味は、農作業、お酒を飲むこと、ダジャレを考えること、人員めぐりなど。気象予報士の資格制度に関しては、資格を持っていても即仕事に結びつきにくいことや、趣味の範囲で取得する人に対して、 国家資格である必要があるのか議論が必要と疑問を投げかけている。2006年12月15日にオリコンから発表された第1回好きなお天気キャスター気象予報士ランキングで15位にランクされた。2008年10月にはウェザーマップに移籍したが引き続き関西を拠点に活動するとしている。2010年に大阪国際女子マラソンと 同時開催のハーフマラソンに出場。タイムは1時間44分47秒だった。2010年5月7日放送の FNN スーパーニュースアンカー内で結婚することを公表した。相手は朝日放送でラジオ番組などに出演中の気象予報士町田文子。翌5月8日に那須高原で式を挙げた。2010年6月17日に オリコンから発表された第6回好きなお天気キャスター気象予報士ランキングで9位にランクされトップ10入りを果たした2010年12月5日に奈良マラソン2010のフルマラソンに出場タイムは4時間48分38秒だった FNN スーパーニュースアンカー内のゴール後のインタビューが放送された2015年2月25日に 地震初の書籍、仕事で得する天気の雑学を出版。2016年1月11日、初刊番組、ワンダーエースピー、関西を襲う大水害から、気象予報士、片平厚の、その時、命を守るには、が、関西テレビで放送。以下、主に、山広の穴ポッドカフェにおいて、片平自身または山本が披露したエピソードである。 ありがとうございます。